今の事務所に所属した時ですかね。礼儀とは何なのかとか、事務所の人がいるんですごい言うの気まずいんですけど。ありがとうございます。でも理解者ですよね。ライザさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では改めてになりますが、皆様に一言ご挨拶をよろしいですか。皆さん、今日はお越しくださってありがとうございます。ライフイズミュージックのプレミア上映会ということで、出てはおりませんが特別な形で今回はお声掛けいただいて参加させていただけることになり、こうして皆様にお会いできることをとても嬉しく思っております。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。エライザさん、ご自身がターニングポイントだなと思われる瞬間って今振り返ってどのあたりですか。やっぱり今の事務所に所属した時ですかね。なんとなくこう生まれてちょこちょこ、こうお母さんに連れられて写真を撮るとかそういうのはあったんですけど、ニコラっていうティーン雑誌に入って事務所に所属して、こう今まで習い事みたいな感じだったお仕事が、本当にこう年齢関係なく現場にいる限りはプロとして立ち振る舞わなきゃいけない。そしてじゃあ礼儀とは何なのかとか、なんかその上辺だけの礼儀じゃなくて、礼儀があるからこそ現場が整ったり志が同じ方向を向いたり、なんかそういう一個一個こうしなさいああしなさいだけじゃなくて、こうすることでこういうことが、あの、なんだろう、流れが良くなるというか円滑になるというか、なんかそういう、いろんなことを教えてくださっているので、そこがその事務所に出会えたっていうのはターニングポイントだったんじゃないかなって思います。ちょっと事務所の人がいるんですごい言うの気まずいんですけどありがとうございます。でも理解者ですよね。まず第一にね、いろんな映画監督であるとか俳優業であるとかいろいろやられる中でもね、理解者であると思うんですが、はい。